仲良く付き合ってきたので岩井の性格はよく理解しているつもりです。岩井は人を選ばず誰にでも優しくできます。でもちょっとナイーブで繊細な子なんです。僕にとってそんな岩井は自慢のできる友達です。あの頃と変わらず芯が強く優しくちょっと面白い愛理のことが大好きです。本当に今まで迷惑をかけてきました。悲しませることもたくさんしました。それでも今日こうしてお祝いしてくれて本当にありがとうございます。お母さんの子供で本当に良かったです。お父さんお母さん29年間本当にありがとう。自分たちのことよりもいつも私のことを気遣って心配してくれて嬉しかったです。ありきたりな言葉かもしれませんが、私はお父さんとお母さんの娘として生まれてきたこと誇りに思っています。管理も含め、お酒を飲みすぎないように、イライラした時に八つ当たりをしたり、いつまでも強く怒らない、お酒を飲みすぎて迷惑をかけないと、落ち込んでいる時は隣で支え、どんな時も守り続けると、お互いの家族も大切にしていくと、意味は家族や友人を頼り幸せな家庭を築くと誓いますか。はい、誓います。いよいよ結婚式だね。今どんな気持ちですか？緊張していますか？結婚式やりたくないって、一緒にいて幸せって何度も言ったよね。そのたびに頑張ろうよって、俺は幸せだよって慰めてくれたよね。いつも優しくしてくれてありがとう。そのおかげで今こうしてウェディングドレスを着てたっくんの前に立つことができました。これからもずっとたっくんのお嫁さんでいさせてね。泣くなよ。泣いたからね。そう、俺も泣きそうになった。早いって。あんた泣くなよ。ね、なんか俺まで泣けてきたわ。
とびっくりなんだけど、ありがとうありがとう、まずびっくりなんだけど、こんなこと書いてくれとる、もしかして昨日書いてくれとったの、ありがとうありがとうございます、よろしくお願いします、ありがとうございます嬉しい